Thank you.
なんかそういう姿を見ると安心しますね。あの学校以外で地域の関わりもなかなか今少なくなったり、まあこういう郷土芸能を通して上の人にいろんなことを教わって、まあ、いいことも悪いこともあると思いますね、あると思うんですけど、上の人にいろんなことを教わって、またそれを、まあ、自分の子供だったりとか下の世代の子供につないでいく、やっぱりそういうのが地域にこれからも続いていけばいいなと改めて思いますね。震災の時もそうでした。で今回コロナ禍でなかなか活動が難しくなってくれば来るほど、大事にしなきゃいけないのかなというふうな気持ちを持っている方が増えてきたと思います。ね、ぜひお子さん方もなんかこう体験できるような場があるといいですよね。あの目にする機会もどんどん増えればいいし、ちょっとこう太鼓を叩いてみる、踊ってみる、そういった何かイベントごとに触れてみるっていうのも大事かなと思います。なのでそれがこう大人がそういう会をどん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 作っていかなきゃいけないのかなと思いながら見ておりました。